アクセラレータが呪術世界に転生したら、に対するネットの反応を紹介します。とある魔術のインデックスのアクセラレータ、もしこいつが呪術世界に転生したら、能力的に無加減と勘違いされがちではありそう。頭はすごく良いから面白いだろうけどもやしだから。こいつなら賢者の存在にいち早く気づいてそうだけど、一般家庭出身とするとまともに取り合ってもらえないとか？まあ上層部は賢者の手駒みたいなもんだろうけど。なんか無加減っぽい術式？お持つ一般人がいるので見に行ったらそもそも術式ですらない謎能力だった。劇場版かな？一年組が調査に行くことになったが現れたのは呪霊も見えない少年だった。からのいろいろあって呪力に目覚めて呪霊も見えるようになっての転校。これや。五条の見た目とか術式とかはアクセラレータから持ってきてると思ってる。負け方も今ぶれまんまじゃん。そうか？そうだな、そうかもな。あの書はすごい既視感あったな。そうかもなーがそうかもなーだったらアクセラレータでもおかしくない。学園都市最強の超能力者矢印、現代最強の術師、無能力者判定の上条に負ける、矢印呪力を捨て去ったパパグロに負ける、常時反射矢印オートマ無加減、全次元切断術式で突破可能、矢印次元斬で死ぬ、なんだなんだよなんですか矢印。そうかそうだな、そうかもなー。まあ過剰書きマジックだけど確実に意識してるだろうな。オートマの無加減とか有害と無害のフィルター分けがそのまんますぎるし。オートマ反射の識別は本人の知識や分析に依存してるけど無加減はどうなってんだろうな。五条は一般の学校行ってないから物理や科学の知識がアクセラレータよりはないだろうし。ざっくり体に害があるかどうかで分けてんじゃないか。ごめん。原作もう長いこと終えてないから今はもう設定変わってたらすまん。呪力というエネルギーを理解しないと反射は無理よね。演算自体は問題ないと思うけど魔術判定なら一通さん死んじゃう。割と理解できないの多いぞ。科学分野さえ理解できてないのあるし。アクセラレータの強みはわからないアンノウンをアンノウンのまま代入して演算するところ。だから完全な制御は無理でもよほどの攻撃以外は受け付けない。反射は無理でもアンノウンとして代入はできるから少しずれた軌道で跳ね返るはず。あと解析が終われば普通に反射も可能。メンタリティは五条よりマシ。これメンタルはいつの時期なん？実験中なら悲惨だけど。転生後なので成長してる。統括理事長メンタルが最新のはず。その時期なら頑張って腐った呪術界をなんとかしようとしてくれそうだけどなんか失敗しそう。まあ頭はいいから今より効率いい仕事の回し方とか考えてくれるし、呪力からの脱却も考えてくれると思うわ。でもこの人方向性定めるたびにしくじっちゃうとこあるやん。しくじりまくって柔軟に方針転換する力を得たと信じよう。統括理事長頑張れ。もし失敗したとして正してくれる人が呪術世界にあまりにも少なすぎるんよ。呪術廻戦の世界にまともな大人が少ないのはかわいそうっすね。あと根性論とかはびこってそう。偏見。転生してるんだから能力じゃなくて術式としてあるんじゃないの。とあるの能力が思い込みを現実にする類だし、術式ではない可能性もあると思う。この人クロススレの度に言われてるけど頭の良さが厄介すぎるので、賢弱は目的達成したいなら早めに頑張らないと、呪力の解析終わらせて、呪力からの脱却の研究とか始めたらきっとあっという間やで。賢弱は一通さんが呪力の脱却に準備してるとこにいきなり予想外のものぶっこんできそうな感じがあって面白い。逆に千年準備してたものが全く予想も何もしてなかった秘術師に覆されるのも芸術的でいいと思います。転生なので脳みそ損傷なしの全盛期か、こっぱ。まあその分あまたの死の記憶を内包するミサカネットワークアシストがないので、魔術知識ありにしてもクロノフォと再確率の難易度はむちゃくちゃ高いけどな。まああれはよくわからない部分が多いので判断材料にするのはかなり微妙ではあるが、それでも神への道であるセフィロトでも悪魔への道であるクリフォトでもない新しいクロノフォトは呪術世界においてもかなりでかい革新を起こしうると思う。一般人が無加減持ってますとか調査頑張らなきゃってなりそう。伊地知さんの過労が今すでに始まる。てか正確な反射が乱れるくらいで弱い魔術は一度も食らったことないんじゃなかったか。魔術使ってパワーゴリ押しで反射突破できたのってガブリエルとか世界滅亡クラスの魔術だった気がするんだけど。そうやで、だから一通さんは相対的に弱い科学サイドでも作中、上の中あたりを維持できてる。この人弱いと言われる術式でもうまいこと助言できそう。頭良すぎるけど多分教えるのうまいタイプの天才だと思う。学園都市の能力者は言語化がうまいタイプ多いと思う。能力の発動のために演算なんてしてるから当然っちゃ当然。とある世界の経験全部持って転生してるなら能力に頼りきりになるはずもないから白もやしにならんよな。つまりゴリラ回戦でもやっていけるようになる。ゴリラ回戦レベルの筋肉がついた姿を想像できない。
ツンツン頭リスペクトで右拳パンチを決め技にしがちな親御さん。ツンツンに憧れてパンチが決め技なのいいよね。明らかにプラズマとかそっち系のが安全だと思うけど。でも白セロリがムキムキになったらそれはそれで嫌じゃない？作風とキャラ的にかなりの曇らせ展開でアクセラレーターが曇りそう。とりあえず周りの親しいの丁寧に殺されそう。スクナの空間切断に対してはどうなるのか。カーテナが近いけどあれは闘神や斬撃自体は防げたけど次元切断という結果自体は防げなかったってことでダメージは受けてるし、どういう挙動が起こるのか読めないな。空間切断が11次元までなら反射可能かな。今のプラチナだとか宇宙破壊とかできるらしい。アクセラさんはどうなのかいまいちわからん。多分だけど11次元関係なく空間次元切断系を防ぐのは厳しいと思う。全次元切断術式が突破できる理由も反射膜が存在している座標そのものを切れるからだから。学園都市の空間移動は別次元を介した物理的な移動でしかないからベクトルが存在するので反射可能な設定。プラチナでも別に宇宙破壊とかはできんよ。というか一方さんは人間なので宇宙どころか地球が破壊されたら死んじまう。煽りに関しては呪詛師寄りのアクセラレータさん。この人一般人に相当気を使って戦うので被害少なそう。最大のネックはこの根が真面目な部分だ。ラストオーダー読み川上城とかがいない悪意まみれの世界に放り込むのちょっとかわいそう。単純な戦闘能力だと再生や燃費含めて五条が圧倒的なんだけどこっちは本体が超高精度の解析能力で本人が人外地味た頭の良さなのが厄介。仮に能力に対抗できても頭良すぎてやべえよってのはアクセラレータの特徴。現代最強と比較すると見劣りするってレベルの戦闘能力のくせしてそれ全部おまけですっておかしいなこいつ。ベクトル変換は便利だけど本質としては観測と分析だからね。とある世界のレベル5は知識と頭脳良すぎて敵対するにもめっちゃ強いか頭良くないとやばいからな。カマセイヌ扱いされてる三坂美琴もスマホの位置から敵対者の場所の割り出しとかできるし。学園都市のモルモットじゃなくてまともな環境で育つだけで精神バフがありそう。まともに育ったら通るみたいな性格になってたらしいけど想像できねえ。微妙な欠点としてアクセラレータの能力で0から1の力は生み出せないし本体が貧弱な部分はあるけど時点からエネルギー取り出せるなら合ってないようなものだし後者は治癒促進と反射軽減で初回急ぎ部以外そこまで問題になってない。ぶっちゃけ術式になるとうんちプラスドンくさい設定がネックになりすぎて割とあっさり負けそうなのが。術式になるならネタ割れしたら実力者には潰されちゃうか。言うて作中でもこのもやしを倒せそうなのって少なの次元山くらいやしな。賞味魂ぶっこ抜きありにしても能力の由来が術式になるなら天然による中華だの天の坂ここだのメカ丸の管理領域アイテム化とか割と隙はできるぞ。五条がアクセラレータと会ったらどんな風に声をかけるのかな。五条家の誰かの隠し子とかデリカシーを闇に葬ったようなことはしないと信じたい。先生だとちょっと違うけどもし子供の頃に出会ってたら二人とも少なくとも自分以外は雑魚みたいな感じにはならなかっただろうね。アクセラレータには裏方で解析などしてもらうのが一番良さそうなんだけど本人の実力もあるのが難題。長い目で見るとそっちの方がいいけど本人も強すぎるから現場にも出てほしい。難しいな。やっぱアクセラさんは上条さんへの憧れでパンチするのやめて遠くからプラズマとか打ってこうぜ。なんなら翼とか出してもいいよ。本人の気質からしてありえないけど基本裏方で何かあったら自転砲は空気ドットジップぶっ破が最適なのかな。翼含めるとクロス向かなすぎるから除外するとして。アクセラレータって一般人に気を使う前世があるし普通に良い子だよね。悪意がはびこる呪術世界でやっていけるのかな。五条は渋谷の一般人を全員は守れないってなったけどアクセラレータさんは一般人を守れる範囲の攻撃しかしなさそう。武士提督の時みたいに一般人への影響演算しまくって戦いそう。そしてさすがにあそこは狭すぎるから天井ぶち抜いて戦い始めそう。まあ空の方が巻き込まずに済むよね。多分ベクトル操作は防御メインで翼がメイン火力になるんかな。転生ってことは術式じゃなくて超能力だろうし迫力と国力出せるのは確定だろうけど青ざめたプラチナの翼は死の記憶関連な可能性があるから三坂ネットワーク内転生体では使えなさそう。転生だから自分の死で代替できるかもしれない。一度では足りないかもだけど。アクセラレータさんに親がいる姿を想像できない。呪術廻戦でもチャイルドエラー的な立場なのかな。アクセラレータには転生したからには親と書いてほしい。優しい親だといいよね。翼は MN が主体でアクセラレータは自分の意思では出せないになった気が。そうなの？初回とか電極のバッテリー切れた後で黒翼生えてきたけど。
徳サダムの個人の演算パターンやパーソナルリアリティを機械的に再現することで能力を引き出すことのできる連鎖がアクセラレータのパーソナルリアリティに接続して能力を引き出すって時に国力や迫力を出せるようになってたから、翼そのものはアクセラレータの能力に由来するものやぞ。ミサカネットワークの手助けないと出せないのはその上のプラチナの翼の方。帳に触れて解析して壊してもらうとか分かりやすいアクセラレータの運用法よな。領域展開はどうなるんだろうか。このスレの一通さんは術式ではない超能力っぽいので領域展開はなさそう。本来は草壁タイプ。そういえば、アクセラレータの性別とか本名は確か不明だったはずだけど、年齢とかは分かってたっけ？生意気な後輩判定になるのか先輩のチビ扱いをされるのか。多分16だけど本当は分かってない。一方さん周りが大人なだからうまく回ってるだけで根本的にコミュ障なので同年代以下とまともな交流ないから何気にそこが考えがたい。ミサカ族とはうまくいくっぽいんだよな。シスターズの件がなければミサカミコトとも良好な仲を築けた感じもある。だからミサカ族系統みたいな人とはうまくいくはず。アクセラレータは若干どころかそこそこの人間不信に陥ってるだけで日本人と話すのは好きっぽいから小説の都合というのはあるけど戦闘中ペラペラ喋るし普通の人間相手なら普通に会話するんじゃなかろうか。バーチャロンコラボで呪い怨念方面の役ネタ抱えた機体のスペシネフを制御できてたし呪力は割と相性良さそうなんだよな。コラボは設定変えてるとぶっちゃけられてるし、こういう理屈だからできないよりもこうすればできるってした方が面白いし受けがいいのは空想科学読本が証明してるしな。呪力のベクトルを操作することで新たな翼を発現するとかそんな感じってことか。理事会のクソどもが上層部のクソどもに変わるだけで上がクソなことに変わりないのかわいそう。シスターズ2万人ぶっ殺せとか言ってこないだけマシ。フレンドリーファイアもしなくて済みそうだし。白もやしが呪術高専に入る過程はどんな感じだろ。転生なのか転移なのか一般生まれなのか孤児なのかパターンによって変わりそう。楽なのは五条がなんかやべえのいるって見つけることだけど、一応生まれは転生で、スレの流れで能力は術式ではなくて原作同様の超能力って感じが主流になってる感じ。生まれについては決まってない。本体がもやしだから領域で術式中和されたら一気に防御力ガタ落ちすんだよね。ガタ落ちっていうか能力なしだと貧弱もやし。そもそも運気っぽいから呪術回戦には向いてない。転生して人生やり直したらだいぶマシになるのでは。運動音痴は片手で拳銃使いこなせねえんだわ。血の分でも運動不足とは言われているが運動音痴ではないぞ。身体の動かし方ならむしろ上手い方。その勘違いを今負傷後の普段も最低限の補助はしてるのよ。最強議論に呼ばれるアクセラレータは虚弱体質でもある。アクセラレータが呪術世界に転生したらという内容でしたがいかがでしたでしょうか。動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。